はい、1万人突破しました。おめでとうございます。すいません、予定以上に早く決まりまして、以前会議したところの内容をすいません何も準備できません。早かったっすね。早かったっすね。予定では7月ぐらい予定してたんですけど、はい、まあ、お客様に向けて1万人突破記念なんかやりたいねっていうところで、はい、まず一つ目としてステッカー作ってお客さんにお配りしようかなと思っております。こんな感じでどうでしょうという。これまだあれですよね。これまだあの小倉カレンちゃんパターンですね。貼れないパターン、貼れないパターンです。ノリで貼っていただくパターンです。これ実寸大でいいっすね。あの来場者の方全員プレゼントしたいなと思ってます。全員あれですね、また以前やったように、はい、ガイダンスコーナーでチャンネル登録画面見せていただいた方にお配りするっていう、そういうことですね。ところでじゃあ1万人は来てくれますね。1万個用しないと足んなくなっちゃうかもしれないです。じゃあそんなのを次のゴレアドール杯、あ、はい、6月下旬なんかこれをみんな片手に応援貼るとか貼らないとか。そうですね、あのスマホとかに貼ってもらって、あの知り合いにおすすめできたりもするんじゃないかなと。この間 YouTube で僕の携帯こう見えたら、ファイティングパンダが映ってたから何これってなりました、ね、なるっすよね。もう一個なんですけども、はい、普段実際京都ですけど結構ゴレアドールさん、施設の社配さんのゴリアドリさんにジャージとか作っていただいてるんで、今回1万人突破記念ということで T シャツの方を作っていただいて、まあシンプルなんですけども、胸にゴリアドールってあって、後ろの首元ですねに YouTube ロゴで、肩にまたロゴですね。なんて言うんでしたっけ、 QR コードも入ってるんで、まあ、選手の皆さんの練習着にもついてるんですけども、ね、僕らと一緒ですね。そうっす、これも一緒ですもんね。一緒っす一緒っす、同じような形で着ていただいて、これも広めてもらえればいいかなと思ってますんで、こんな2つをなんとか次節のゴリアドール杯に、こっちは販売を考えてます。はい、これちょっと欲しいですね。これは確か選手の皆さんにもみんなお配りする、で出る人だけ、いやうちの選手全員に配る予定です。なんで、もう選手皆さんに来てもらって、みんなに壊してもらって、広めてもらってですね。はい、じゃあこれ着て、レース中はこれを肩当てにつけて、これで広めてもらいましょう。1万人が、2万人いっちゃいますね、これやったら。1万人が終わりじゃないんで。そうですね、通過点、はい。1万人は通過点。1万人、何の盾でしたっけ。10万人がシルバーの盾。あ、10万人いかないとですか。はい、50万人で金の盾。あと9万人。100万人でプラチナの盾っていうのがあるらしいですよ。うわ、無理でしょうね。まあ、あと9万人、あと9万人。あの JKA の本体のホームページは10万超えてますから。はい、あ、そうなんですか。はい、だからオートレーサーのポテンシャルは10万はあります。あ、ちょい。頑張りしろありますね。頑張りしろあります、まあ。とりあえずこれで2万人いきましょう。2万人、とりあえず2万人。はい。じゃあ告知の方、お願いします。こちらのステッカーが、9月25日のゴレアドールの初日からアイダンスコーナーで登録してる画面を見せてもらえると、これを一人一枚差し上げます。土曜日なんで休みの方はご来場お願いします。それとこれゴレアドール杯ということで、ゴレアドールさんとコラボさせてもらってTシャツを販売させてもらいます。選手の練習着と同じような感じで肩がなってるのでかっこいいと思います。買ってください。詳しくはこの辺かな、この辺らしいです。お願いします。